猫じお疲れ様。ちょっとなんか目が疲れちゃったから照明一つ暗くしてるっていうか、いつもつけてる電気と違うところの電気つけてる。目が疲れて痛い、ごめんね。大丈夫？うん、大丈夫です。私は全然それ以外は元気です。ピンピンです。ありがとう。なんかね、なんか長時間ね目使ったらね、めっちゃ目が痛くなる。視力悪いからかな。なんか度が高いとさ、コンタクトの度数がさ高かったらさ、やっぱあれなんかな、目疲れやすくなるんかな。だけどね、なんかね目にいいかなと思ってね、ブルーベリージュースみたいなものをね買って帰りました。わかんないけど効果あるかわからんけど、うん、分からん効果は良さげかなみたいな。うん、ね、痛くて病院行ったら蒸気でホットアイマスク渡されたことある。そうなの。私も今日やろっかな、ホットアイマスク。なんか目が疲れてる。こんばんは。今日はねレッスンがありました。何時からあったっけな、まあ、とにかく結構長いことありました。お疲れ様、ありがとう。なんかね、私あれかもしれない、アイドルジャングルフェス、あのフェスさ、ちょっとみんなに来てほしいかもしれない。一番来てほしいかも。あのサマステとエキサマはもうお休みしちゃってもいいから、アイドルジャングルフェスティバル、名前合ってるよな、アイドルジャングルフェス、あれはあれはちょっと来てほしいかも。なんかもう他のフェスはいいって言ったらなんかもうすごい失礼だけどさ、すごいなんか失礼になっちゃうけど、でももし何かこう一つフェスいっぱいある中でなんか
選ぶってなったらアイドルジャングルフェスティバルを選んでください。サマージャングル？うん、一押しです。いや他にもねもちろん来てほしいですよ。サマステとかさ、エキサマとかさ来てほしいよ。もちろんね、それはもう同じぐらい、同じぐらいもう最高に最高に最高に来てほしい気持ちはね、気持ちはもう最高、最高に来ていただきたいですけれども、やっぱね、そのもしどれか一つ、あどうしても全部行くのは無理だなって思ってたらっていう話ですからね、皆さん勘違いしないでください。そう、それでサマジャン、サマジャン略してサマジャンか、10日10日はサマージャンボじゃないです10日のサマジャンですかね。あれはみんな来てほしい。もう私あの曲きっと披露しないと思うきっと披露しないです。こんばんは。そう、そんなにサマジャン押します。いやあのさ、サマステもさすっごい楽しみ、すっごい楽しみ。もうあのやっぱ去年もね出演させてもらった大事なものなんですよね。そう、だから今年もね来ていただきたい、サマステも。で駅様、徳島のね駅様もね、初めて徳島、初めて、初めて徳島でフェスに出演させていただくっていう、もうねこちらも来ていただきたい。しかししかし皆さんの中でね、広島に行ったり徳島に行ったり東京行ったり、あー大変だ、もうどれか一つ選ばないと、あー選ぶ基準をどうしたらいいんだ、あーってなった時はもう一択サマジャンを選んでくださいもう私はそれだけ来てくだされば嬉しいです。こんばんは。私推薦のサマジャンですもうサマステとエキサマはもう大丈夫、寝てていいよって言ったらもうあれだけどじゃ日本語で下手くそすぎて勘違いされる。何かを選ぶってなったらサマジャン選んでください。はい、ギフトありがとう。いやもちろんね全部来ていただきたいですよ。これ何回繰り返すの私何回も言える、
もちろんね、全部が大切ですよとか言って、全部言ってほしい、全部言ってほしいですよって言って、でもやっぱりね、何か一つ選ぶってなったらサバじゃん。同じことずっと言ってる。まあでもそれはね、皆さんに任せます。皆さんが一番行きたいなって思うところ、なんかこれだったら、このフェスだったら会いに行けるなって思うところ、なんか行きやすい、さあその会場とかもあったりするじゃないですか。あ、なんだろう、香川に住んでたら徳島の方が行きやすいとかさ、なんか埼玉に住んでたか、埼玉とかね住んでたらね、住んでたりちょっとお休みの都合でサマステが一番行きやすいとかってねあるかもしれないからさ、それはね一番みんなの条件がいい好都合なものを選んで来てください。ただその中で選ぶって、もし悩んでる、選んでる、うーんってなったらサマジャンを選んでください。まあでも11、12がさ、広島で縁日のイベントがあるからさ、まあ無理は言いません。皆さんに体調は崩してほしくないです。そもそもね、やっぱ縁日のイベントには絶対来てほしいので、広島のイベント、あの2日間のイベントを基準に考えて予定を組んでください。そしたら、はい。まあただただ、なんか一個フェスどれに行こうか迷ってるよってなってたら、サマちゃんに来てください。10日のね、見に来てくださいな、待ってます。サマジャンループサマジャンループですよ。ちょっとあの曲はね、聞いて夏を終えてほしいです。うん、あの曲はね、ちょっとニコニコでやるんで、ギフトありがとう、高ゆきさん、キングさん、あっちさん、すみさん、ギフトありがとう、リオさん、ジャブテンさん、マジックさん、ケイノジさん、ニコちゃん、マークさん、イハクさん、シソノアラさん、ハパヤさん、ギフトありがとう、ウミガメさん、ありがとう、ギフト、アンニャンさん、レッタさん、タカユウさん、ネキリンさん、セイちゃん、チバニャン、マグ、ハルキング、ナカサ、ミハヒナ、エフェクター、浜屋五五、関、ヤッチ、イワシヤ、ギフトありがとう、アヒル、ポクレンパサラン、銀色金魚、キノコのカパパ、ケンケン、ナルナリ、アンダー、バー、ギフトありがとう、ミツレン、ズンミン、ギフトありがとう、
ニコニコ動画復活した？あ、本当に？へえ。でサイズハートさん、かわいい、ありがとう。アーリーさん、ハートありがとう。ちゃんたくさん、本当ありがとう。っていうことは、私は卒業前にプレゼントもらえるってことでいいのかな。フミットさん、チャイコさん、ギフトありがとう。アウテウスさん、ブンちゃんギフトありがとう。24時間配信もしたいです。ヨシポンさん、チャイコさん、ギフトありがとうございます。高崎愛子で何を？あ、そういえば写真集の新しいオフショットが出ました。もうちょっとねバンバン出していきたいところなんですけど、まあ小出しにということで、今日は白のトップスに黄色のスカート、ロングスカート履いた時のオフショットです。あれは淡路島で撮った時のやつですね。淡路島へ行こう。淡路島へ行こうのさ、曲出してくれたらいいのに。次は写真集私会9月予定。あ、そうなんですよ。私もそのなんかどっかの文章で知りました。あ、9月なの？と思って本当に？って思いました。え、9月、マックスさん、音符ありがとう。あ、まじまゆこぼ、何着着たっけな、服か。でも数えたら11ぐらいだった気がする。なんかリコチめっちゃ服着てた気がする。いろんな、てか先に見させてもらったんですよ、私リコチの写真集。めっちゃ良くて、これはリコの虜になるよって言いました。いいな。サマジャンチケット取りました。あ、ありがとうございます。ありがとう。え、待って、私のも買ってよ。私のも写真集買ってよ。リコチのもいいけど私のも買ってよ。確かにリコのはリコの虜になるけど、あれイベント私から9月予定のやつも来てよ。でも私まだね、写真集の本誌のカット選んでないんですよね。
選んでないし、表紙が何になるのかも決めてないし、私が今のところ決めたのはもう超数えるくらいで、先行ショットと、あのポストカード、昨日 あのポストカードの絵柄を選んだだけで、他の写真全然私見てなくてそうなんですタイトルもあのまだ私の中では決まってるけど答えてないし、帯とかも答えてない、提出お願いしますってまだ言われてないから、9月21日に出来上がるよねっていう感じです。ちゃんと出来上がりますよねって思っております。なんか疲れて頭おかしくなってるかもしれない。エビフライさん、長吉さん、タダベさん、マックスさん、マジックさん、キングさん、チャイコさん、ヨシポンさん、ギフトありがとう。まさか延期？いやそんなことはないでしょう。延期になることはないと思います。はい、ういデサイズハートさん、音符ありがとう。ポストカードはまだ全部のやつ選んでないんですよ。昨日のやつだけ選びました。昨日のティフ限定のポストカードのやつだけ自分で選びました。他はどうなるのか分かんない。であと先行カットも数枚送られてきて、その中であのこれがいいですってまだ言っただけで、あとはそうですね、明日から、でも明日から公式の写真集アカウントの方で明日からもオフショットが続々出てきます。各メディア別の生写真とポストカードはまだ選んでないですよ。選べるのかどうか分かんないですけど、選んでない。 HMV の限定カバンのやつもまだデータが届いてないから選んでない。てかデータが手元にないから何も選ぶものがないんですよ。だからオフショットが公開されていくけど、あ、こんな写真撮られてたなって感じで。でもオフショットだけは明日からもあの続きます。そう、公式アカウントの中の人は運営さんです、私じゃないです。そう、マジックさんハートありがとうございます。公式が案内してる販売先のリンク HMV だけ存在しませんになる。え、なんでだろう。それ聞いとくね。なんでだろう。ん？おかしいぞ。マネージャーさんに聞いておきます。まあでもそろそろ来ると思います。いろんなデータが、本誌の方の表紙どうするかとか、中身の写真どれを選ぶかとか、どんなタイトルにしてどんなフォントにするのか、限定版はどれにするのかとか、1ヶ月半あるからね、まだ言って。だからみんながね、早めに今予約受付になってるけど、予約受付になってるから、みんながすごい予約してくれてるから、やっぱり期待に応えないとと思っているので、
いいものを作れるように私も一生懸命選びます。みんながどうやったら喜んでくれるかな、どういう愛こじが好きかなってながら頑張るよ。みんながいいねって言ってくれるように頑張るよ。キングシュリークさん、バラありがとう。だからもうちょっと待っててね。だから情報もちょっと小出しになっちゃう。ごめんね。もっとバーンバーンわーって一気に情報っていうか写真オフショット見せたいんだけどね。もうちょっと待ってね。タンタンタヌキさん、ギフトありがとう。ピンクのクマさん、ごずさとさん、ギフトありがとうございます。ウッチーさん、ファイト、かわいい、ありがとう。今日暗いのは電気一個にしてるんですよ。いつもつけてるやつがさ、ちょっと明るすぎて目が痛くなるから、もう目が疲れているのでちょっと暗くしてます。すいません。翔さん、音符ありがとう。ニハヒラさん、マイクありがとう。そう、私目が弱いから弱点目なんです。だから私を倒しに来るときは目を狙ってください。倒させないけど。倒すことがない。パイナップル。うまっ、パイナップル、フルーツ、なんかパイナップルとかキウイとか日焼けした時に食べるといいんだけど、朝食べると逆に日の光を吸収しやすいから夜食べる方がいいんですよ。日焼けしやすくなる。だから朝食べる、夜食べる方がいい。
らしいよ、豆知識。なんか美容クリニックで働いてる友達に聞いた。お肌大事。そうだから朝のオレンジジュースとかもなんかそれをちょっと信じてあんま朝飲んでない。なんか柑橘系あんまり朝日焼けしたくない時は含まないですテイカーさん、エスパンさん、キョウさん、ショウさん、ミハヒナさん、ギフトありがとう。パイナップルは筋肉痛に効きますよ。そうなんだ。へえ。筋肉痛今ないけどな。何年ですかね、理由は分かんないです。まあ諸説はいろいろあると思うんですけど、あいこじは夜ご飯、いや配信の前に食べたよ。ただパイナップルをちょっと残してたのでパイナップル食べたいなと思って。なはははは、関さん音符ありがとう。テレ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 。ああ、明日は皆さんもお仕事ですか？チャラ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 。サリヤマさん、デザインズハートさん、関さん、浜谷ゴーゴーさん、いい人ありがとう。お仕事でーす。じゃあ私がエールと癒しを提供しますね。じゃあまずエールから。気合いだ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 。頑張れ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 。写真集代を稼いできます。よろしくよろしく。アニマル、アニマル小島。気合いだ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 。頑張れ。頑張れる？はい、これがまず私からのエールです。じゃあ次は癒し。癒しは今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様です。明日からも労働人生一歩一歩歩んでください。明日も早起き頑張ってください。はい、これが癒しです。だってさ、だって頑張らなくていいとか言ったらさ、それはもうただの甘やかしですからね。
いや頑張らないといけない時は頑張らないといけないから。私もあーちょっとこれはうーって思う時も頑張ることがあるからね。はい、皆さんにも同じ気持ちを味わえっていうことですよね。いやいやいや、これじゃダメだって思って、私も頑張ってるのでね、みんなも同じように頑張ってくれないと。整合が保てません。愛媛みかんさん、かわいい、ありがとう。じゃあ分かったよ。じゃあ2パターン用意してあげる。明日もお仕事頑張れる。分かりました。じゃあ2パターン、まず1パターン目、じゃあどっちがいいか言ってくださいね。どっちが良かったか。1つ目、待って、笑ってしまうね、笑ってしまう じゃあ1つ目の私からの仕事が頑張れる言葉、おい、おい、そこのお前に言っているんだよ、何にタラタラ生きてるんだよ。いいからな、黙って働くんだよ。タラタラ生きてる、生きてんじゃねえ。もっと気合を入れて頑張りやがれ。おい、お前に言ってるんだよ。タラタラしてんじゃねえ、ぼーっと生きてるんじゃねえよ。はい、これがまあ1つ目です。次2つ目、あんまり慣れないことすると、もう私結構心えぐられるから。2つ目、今日もフォローズにやります。今日もお疲れ様でした。無理だ、でもやっぱどっちがいいか判断してもらわないといけないから。今日もお疲れ様でした。たくさんゆっくりお風呂に入って、たくさん寝て、明日も私のために頑張ってね。どっちがいいですか。どっちがいいですか。どっちのエールが良かったですか。
あ、2番目の方が良かった。そうか。そうか。えいへいさん、しょうさん、イルラッサさん、よしぽんさん、えひめみかんさん、ギフトありがとう。でも後のは心配になっちゃう。そうだな。じゃあ可愛いバージョンで、可愛いバージョンで、まあ、2種類やるのでどっちがいいか教えてください。HMV の方予約しました。ありがとうございます。うわぁ。うわぁ、もう待って、嫌になってきた、やっぱり。やっぱりやめた。やっぱり やりません。やりたくないです。皆さんそれぞれお仕事頑張ってください。やっぱやりません。え、そんなに求めてないでしょ、私のお仕事頑張れゼリフなんて。そんなに必要としてないでしょ別に。あ、写真集のためにって言われたらちょっとそうだな。わかった。じゃあちょっとみんなが私の写真集を買いたくなるようにちょっと頑張ってみます。はい、じゃあ一パターン目、ドドン、パカパカ、アイコジのみんなが写真集を買いたくなるようなお仕事を頑張れるような言葉まで、3、2、1、パカ。桃太郎。今日も一日お疲れ様でした。私の写真集は来月発売されるけど、それまでいろんな情報が毎日出てくると思うから、それを見てみんなちょっとでも頑張ろうって思ってもらえたら嬉しいな。みんながお仕事ちょっときついかも、頑張れないかもって思った時に、
私のことを思い出して、あ、来月愛子ちゃんの写真集が手に入るんだって思ったら、ちょっとは頑張れるのかなって思うんだよね。だからみんな私のために頑張るんだぞ、頑張るんだぞ。ん？白ふくろさん、いいね、ありがとう。みんなもいいねちょうだいよ。みんなもいいね、いいねちょうだいよ。なんとかなるぞうさん、ゴーさん、マジックさん、ギフトありがとう。ぶんちゃん、いいねありがとう。ちゃいこさん、いいねありがとう。じゃほてんさん、いいねありがとう。大ピーエンさん、なべなべ所長さん、かたけんさん、いいね。あ、言われてくれた、ありがとう。めっちゃくれるじゃん、いいねありがとう。ありがとう、いいね。なんか時々結婚してが混じるの何。いいね、ありがとう、いいね。じゃあ2つ目、じゃあ2つ目は1つ目を超えられるようなものを、もう出したいと思います。よし、もう無理かも、もう2個目無理かもしれない。限定カバー版の予約してきました、ありがとうございます。じゃあみんないいねちょうだいね。よし、私の心を可愛いで 100% 満たして、ちょっと本当になんでこんなこと言い出したんだろう。よし、じゃあ2個目いきます。3、2、3、2、1スタート。あ、今日帰りが遅かったけど何してたの？私の配信があるって知っときながら、
今日は見なくていいやって思ったでしょう。写真集もオフショットだけ見とけばいいやって思ってるでしょう。ちゃんと予約してよね。配信もちゃんと見てよね。でもみんながいつも私のことを可愛いとか歌が好きとか言ってくれるから頑張れるんだよだからみんなもお仕事頑張れって言ったらお仕事頑張るんだよ。わかった？ピー五輪中いいねと思った方はグッドボタンをお願いします。えみみかんさんいいねっていうか、おお本当によかったありがとう結婚してがたくさん来たありがとう、おおいいねありがとう、おお チャンネル登録グッドボタンお願いします。ありがとう、頑張った甲斐がありましたはじめじっくり見たけどなかなかびっくりする配信、あんまこんなことしないからね、もうね特別ですよ。いつもしませんよ、いつもしません。ほら見てください、今日もいますよ、はい、写真集の人です。こんにちは、こんにちは、はい、これはファンクラブのグッズです。これは X のアカウントです、よろしくお願いします。ただ9月21日です。足がしびれてきた、ビリ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 、
じゃああと30分しかないので、今日もなんか歌って終わろうかな。デコジピーンパンパンはっ、何しようかな。何しようかな。何の歌歌おうかな。寝そべたポン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 、なんかこの暗い雰囲気に似合う曲何かあるかな。暗闇歌う？ちょうどうちのグループにあるじゃないですか。暗闇があるじゃないですか。太陽は水平線の彼方を目指して、ある描きただ落下する夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか。現実がごっちゃになっている日々、あの空とこの海が掘り抜かれているように、始まらないものがあるってことさ。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。やるせない孤独の時、泣き言やりね、はい、夜よ僕を指示するな。綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえて無様でいたい。次の朝がやってくるまでに、今持ってるものも捨てよう。丸裸になって気づくだろう、暗闇の中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。暗闇、星たちは自分が輝いているその位置と、宇宙の果てで誰かに見られてる自意識、どこかに消えていった光を知っているのか。僕は始まってもいない、欲しいものいらないものも見境つかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ。大人とその分別があることというなら、永遠に大人になんかなるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ今いる場所がわからない。夜よ僕に歌わせるなよ、想像だけの愛の世界は都合のいい思いやりばかりで瀬戸
束力がない。どうせならばもっと生々しくお互いの正体を明かそう。取り繕っていても虚しいよ暗闇のその中で聞こえてくるのは希望の足音か。防波堤の上に立って僕は叫んだ。幸せになれる、なんだかいいよね。じゃあね Miss you。 切なくてただ会いたくてずっと空を見る。夕暮れが夜に変わる前に、
今日の出来事すべて思い出す。明日持っていくことだけを選ぶんだ。もっとゆっくり歩いて帰ろう。涙がいっぱい流れるのは心を消毒してるんだ。辛くなるだけの恋のウイルスはもらい流してしまおう。失恋をしたその数だけ人は誰かと出会うんだ。その不安に負けないで Just get stronger。悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ止まりもいいよね。明日いいことあるかもしれない。もう少し強くなれたら、そうきっと君にも見える。幸せが君にも見える。グリーンフラッシュでした。君について歌おうかな。紅茶が好きなこと、前髪をちょっぴり聞いたこと、ピラティスにハマってること、ホラー映画とパクチーが苦手で、ノラジョーンズがお気に入りで、几帳面な映画だってこと、一年も近くにいれば素顔だって見るけれど、どうしてこんなに詳しい僕なのか、そう君について何となく気になっている。
部屋の模様が絵が趣味の一つで、コンタクトレンズを使っててクロールじゃ泳げないよね。どうでもいいエピソードも心の箱に溜まってた。今までそれだけ横顔見てたから、そう君について話してよ。僕が知ってる以外どんなことでもいい。幸せも時に不幸せも、そう愛しさとはそのすべて。知りたくなることさ、宝物たちを集めて、君が好きと気づく。そうですね、この曲は歌ってました、ミリスタジオで。じゃあこの曲も歌おう。青い海の中スプラッシュ、僕は飛び込んだスプラッシュ。夏の日差しに背中を焼きすぎた。そばにいるだけで意識してしまう。君の水着が去年より小さくて、恋はあれから急に成長したのか。変な意味じゃなくてハートしたんだ。意外にマンゴー、意外にマンゴー、ロマンスは早すぎる。まだまだ待たなきゃして、マンゴー青春果実いつの日にか大人になったら、君のことが好きだと言いたい。
んなに綺麗になったの、ずっと青いままでよかったのに、驚き番号、驚き番号、青春は駆け足だ、キスしてみたいけど、番号では甘い香りに誘われても手を伸ばさないよ。恋はいつでもきっとストイックがいい、夢の中でずっと預けのまま、意外に番号、ロマンスは早すぎる、まだまだ待たなきゃ、番号大人になったんだ、君のことが好きだと言いたい。ありがとうございました。意外にマンゴーもね、昔配信で歌えるようになるまで歌ってましたあと君については、私が研究生の時にスタジオで、ミニスタジオでソロで歌ってました。ちょうどね、あの清水沙羅ちゃんがお休みしてた時にスタジオがユニットできなくなっちゃって、3人でだから池ちゃんがソロ、私のソロみたいな感じで、そのユニットの間にソロを歌ってましたね。懐かしいですね。はい、グリーンフラッシュはクリスマスコンサートでスタジオでやりましたね。でもすごい好きな曲なんですよね。今日はちょっと懐かしいソング、夏メロを歌いました。はい、ではそろそろ時間なので終わります。男女読みます。13位ブンちゃん、12位なべなべ所長さん、11位くじまさん、10位バオバブー、9位ソリオ、8位マグ、7位ハイキー、6位デサイズハート、5位ヒュミット、4位ジャボテンさん、3位愛媛みかんさん、2位はウミガメさん、1位はシロフクロウさん、ありがとうございました。じゃあ皆さん明日も頑張ってくださいね。じゃあ最後お知らせしときます。ちょっと暗いから見にくいかもしれないけど、はい、この方が言っております。私たち3人からのお知らせです。9月の21日に写真集が発売されます。意外にマンゴーなのかどうかわかんないんですけど、はい、
通常版が Amazon、HMV、セブンネットショッピング、タワーレコード、楽天ブックス、この5つのショップから買えます。そして限定カバー版は HMV さんの方で買えます。よろしくお願いします。アカウントミニスタジオじゃない、間違えたアカウント X で、写真集のアカウントありますのでフォローしてくださいね。それでは おやすみなさい。